支那共産党はなぜ尖閣諸島に船だまりや灯台といった施設ができることを嫌がるのか、これがわかる事件が1995年のミスチーフ礁事件です。ミスチーフ礁というのは南シナ海にあるスプラトリー諸島、南沙諸島の島の一つです。このミスチーフ礁はフィリピンとシナ、この両国が互いに領有権を争っていました。フィリピンが主にこの海域をパトロールして、そこにシナの漁船が入り込んで漁をする、こういうような状態が長く続いていたんです。これは現在の尖閣諸島にも応用が効く話です。ある台風の多い季節にフィリピンのパトロールが近づけない隙をついて、シナの漁船がこのミスチーフ礁に上陸しました。そしてそこに小さな施設を作ってしまったんです。パトロールに戻ってきたフィリピンがこれに気づいて、シナの政府に対して抗議を行いました。しかしシナの政府は、この施設は民間の漁民がいざという時に避難するための施設だから問題ないというような説明を行いました。ですが現在この小さな施設は徐々に拡大を続けて、そしてヘリポートまでできてしまっている、実質的な国の施設として使われてしまっているような状態になっています。そして現在はシナが実効支配を続けるような状態になっています。このような事件があったので、シナはそれがたとえどんな小さな施設で、民間の施設であっても作られることを嫌がるんです。それが国の行政の作るような施設であればなおさらです。東京都がここに船だまりを作る、尖閣諸島に船だまりを作る、灯台を作るというのを極端に嫌がっているのが、このミスチーフ礁で自分たちがやったこと、これによって実効支配を強めて、そしてもう二度と取り返されることはないというような状態が続いているから、それを日本側が同じようにやってしまうことを嫌がっているわけです。このミスチーフ礁事件は1995年に起きましたが、この1995年というのはフィリピンから米軍が撤退した年でもあります。そして日本の尖閣諸島、この問題も沖縄が、尖閣諸島の一部を含んだ沖縄がアメリカから日本に返還された、この年の前年1971年に起きた、こういうこともミスチーフ礁事件と尖閣諸島事件の共通項でもあります。そしてこれがシナのやり方であります。このようなことをぜひ参考にしてほしいと思います。こうして、日本による尖閣諸島の、施設、日本人のための施設、こういうのを作ることをシナの共産党が極端に嫌がっている、そしてそれを封じるためにある圧力をかけてきた、ある話を持ちかけてきた、そういう話もあります。尖閣諸島を東京都知事石原慎太郎氏が購入する、そしてそこに施設を作る、こういう話にシナ共産党が待ったをかけて、そしてそれに先回りする形で民主党にこの尖閣諸島を買わせた、国有化をさせた。この時シナの政府は民主党に対して、国有化しても構わないから、とにかく尖閣諸島を石原都知事にだけは買わせるな、というようなことを要請したという話も出ています。これは公式に残っている話ではないので定かなことは分かりません。またこのことはシナから民主党に言ったというのではなくて、アメリカからの要請だったという話もあります。アメリカが、尖閣諸島を東京都知事が購入して、それによってシナを刺激する、そういう事態を避けるために国有化を進めた、そういう話もあります。シナからの圧力だったのか、アメリカからの圧力だったのか、それとも両方の圧力だったのか、どちらも違うのか、そのことに関しては分かりませんが、一つ確かなことは2012年の4月に石原都知事が尖閣諸島を購入したいという話を出して、そしてその購入の動きが加速したところで、2012年の9月11日先回りする形で民主党がこれを国有化した、こういう事実があります。そしてその後、現在
自民党に政権が変わった後も、この尖閣諸島に何の施設も作られていない、何かの施設を作るという話も出ていない、これが事実であります。ちなみに尖閣諸島募金の14億円は、この尖閣諸島に何か国が、政府が施設を作りたいという話になった時に、そのためのお金として現在貯金されて、塩漬けにされて取ってあります。何か話があれば作る準備はできているんですが、現在尖閣諸島に何かを作るという話は出ていません。これは日本側が相手に配慮する形でなされたことなんです。尖閣諸島の国有化も、それから現在何の施設も作られていないというのは、日本が相手に配慮して譲歩する形でそういう状況になっているんです。ですが、シナ共産党はここでさらに畳みかけてきます。現在の日本の報道でもよくありますが、尖閣諸島国有化によってこの尖閣問題というのは大きくなったんだ、日本の責任だというようなことをシナはプロパガンダ、政治的な宣伝として行ってきます。日本側がこういうことをやったから、尖閣諸島の国有化をやったから、我々は、シナの暴動などもありましたが、シナ国内の大規模なデモなどもありました。そして漁船が退去して押しかけてくるというような状況もありました。昨年から今年に続いては、尖閣諸島の周辺に漁船が大量に来て、あるいはシナの巡視艇が入り込んできて領海侵犯なども続けています。こういう状態になったのは日本が悪いんだということを常にシナはプロパガンダとして行ってきます。ですが、これは明らかな間違いであるということを指摘したいと思います。先にも述べたように、何の問題でもなかった尖閣諸島に対して1971年にシナが一方的に問題として起こしてきました。そしてその後ずっと水面下でいろいろな工作を行って、2010年には漁船衝突問題を起こし、そしてそれに耐えきれなくなって2012年尖閣諸島を購入するという話を出したら、それに対しても圧力をかけて、そして国有化という話になった。日本が譲歩する形で国有化になったのにもかかわらず、その国有化のせいで尖閣諸島問題は起きているんだというようなことを言ってくるわけです。そして日本のマスコミもそれに対して迎合する形で、日本側が譲歩しなければいけない、日本側はもっと落ち着いて冷静にというようなことを言ってくるわけです。相手を刺激してはいけないとか、日本が大人の対応をしなければいけないというようなことを言ってくるんです。ですが、これは明らかな間違いです。相手は日本がこうやって譲歩をすればそこにつけ込んでくるだけです。火につけ込んで押し込みを働く沈下妥協という計略があります。これは簡単に言えば火事場泥棒のようなもので、相手が弱みを見せればその分だけどんどん奪っていけるというような計略です。日本が譲歩すればするだけ相手はつけ込んでくるだけで、日本に対して感謝したり、相手側も譲歩したり、これによって関係が良くなる、改善される、問題が解決するというようなことは一切ありません。相手は日本が譲歩すればするだけつけ込んでくるだけなんです。ですから日本は一切の譲歩を行ってはいけません。正しく情報を集めて相手のプロパガンダに騙されないように、そういう対応をしなければいけません。今回のビデオでそのことが分かっていただければ幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。